さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルにも書いてあった通り、昨日行われた J2 第18節のジュビロ磐田対ヴァンフォーレ甲府の試合後レビューしていければなと思います。まあ昨日というところで即ね、試合後レビューという形でアルベックス新潟対ファジアーノ岡山の試合後レビューしましたんで、そちらまだ見てない方はね、ぜひ見てほしいなと思うんですけど、昨日行われた注目の上位対決、ジュビロ磐田対ヴァンフォーレ甲府の試合について紹介していきたいと思います。まあいろんなね、見た方だったりっていうところも、この試合についてね、ぜひコメントだったりっていうところに感想を書いてくれたらなと思います。ということでですね、最後までご覧ください、よろしくお願いします。はい、ということで早速ですね、この昨日行われたジュビロ磐田対ヴァンフォーレ甲府の試合について紹介していきたいと思います。まずはね、先に結果の方から紹介して、その後順位というところを紹介して、最後に内容というところを喋っていきたいと思いますんで、まあ先にですね、結果というところから紹介させていただくと、まあ結果は1対0でジュビロ磐田が見事勝利を収めました。まあそのホームのジュビロ磐田が勝利したことによって勝ち点3を積み重ねて、そこの試合後順位というところで、ジュビロ磐田は12勝2分け4敗、勝ち点が38というところになり、得してもプラス11でですね、2位というところに浮上しました。まあここに来て昇格圏内というところが入ってきてね、まあいよいよジュビロ磐田が久しぶりの J1 復帰というところに向けてですね、まあここからさらにどんどん調子を上げていってほしいですし、まあ今節勝つことはできましたけど、まだまだね、次節以降も気を抜かずにジュビロ磐田には戦っていってほしいのかなと思います。対するアウェーのヴァンフォーレ甲府は、まあこの後は話すんですけど、まあちょっとね、アクシデントだったりっていうところもあって、まあ結果的には敗北を喫してしまいました。そこの勝ち点含めまして、8勝6分け4敗、勝ち点が30で5位というところに居続けています。まあね、首位というところからは、まあちょっとポイントは離れてしまったものの、まだまだね、シーズン半分以上ありますので、巻き返せるチャンスっていうのはね、大いにあるこの甲府なのかなと思います。まあ次節以降、ここというところは敗戦になってしまいましたけど、切り替えて、戦っていってほしいのかなと思います。ということでですね、内容の方に入っていくと、まあ試合前のところで、試合前プレビューでも話した通り、今節第18節ですねというところの大注目の上位対決というところになっています。まあ試合前のところで言うと、この3位5位というところの直接対決になっていて、ヘジブレイワタが3位、ヴァンフォーレ甲府が5位ということでですね、まあこの上位進出、上位に食らいつくために負けられない両チームの一戦になっていました。まあこの試合というところですね、ミッドフィルダーの遠藤康人選手というところが、J 通算700試合出場という、まあもう異例の、まあ鉄人級のね、記録を残しましたんで、まあそこはまず本当におめでとうございますということですし、まあこのね、これからも一試合も長く、この遠藤選手が J リーグに貢献してくれる姿っていうところを、まあ一 J リーグサポーターとしてもですね、活躍を期待していますんで、まあ今後とも、まあぜひ J1 昇格っていうところを成し遂げて、まあ来年はですね、ぜひこの遠藤選手をまた J1 で見れる姿っていうのをね、大いに期待していますんで、まあここから、さらに引っ張っていくっていう思いも込めてですね、この遠藤選手頑張っていってほしいのかなと思います。まず一つ目のところですね、磐田のアバウトなクリアボールからルキアン選手が抜け出し、メンデス選手が一発退場という形になってしまいました。まあこのね、この出来事というのは前半4分の話なんですけど、まあね、甲府のコーナーキックの流れから山田選手というところがアバウトに、ルキアン選手めがけて裏のボールを蹴ったものの、まあちょっとね、甲府の守備陣というところの対処が甘くなってしまって、まあそこのルキアン選手のファーストタッチっていうところで、このメンデス選手の前というところに入るというところに成功して、まあ結果的には印象が悪く、まあ一発退場という形になってしまいました。まあここの判定というところが正直致し方ない退場になってしまったのかなと思いますし、まあこの山田選手のクロスというところの落としどころと、まあルキアン選手のファーストタッチというところで、このメンデス選手の、ね、前に入れたっていうのは何より、まあ素晴らしいファーストタッチになったのかなと、個人的に思っています。まあメンデス選手をするとですね、まあこの前半4分の退場で、まあちょっと、厳しい退場になってしまったと思いますし、まあこの甲府としてもですね、この試合展開、まあこの試合にかける思いっていうのはね、非常に高かったものの、まあちょっと苦しい、ゲーム運びになってしまったのかなと思います。まあこの甲府が一人少ない状況になってから、まあ退場後からですね、というところはジュビロ磐田が、まあ主導権を握る時間が続いて、まあステロ攻略部分というところが目立ったジュビロ磐田でもありました。まあこのね、甲府の3バックに対して、まあ退場してから、山本選手というところが入ってね、まあ3バックというのを戻したものの、まあこの3バックの脇、まあウィングバックとセンターバック、右センターバックというところの間のですね、まあステレオ攻略分というところが特に、まあ磐田はこの1試合通して非常にうまくいっていたという印象もありますし、まあ甲府とするとこのね、ステレオ攻略分というところを攻略されてから、まあクロスを上げられたり、中へのカットインというところが特に、まあ対処としては、ね、あまりうまくいってない印象がありましたんで、まあここはね、少なくなった部分プラス、まあ磐田のうまさというところが光った部分なのかなと思います。まあその退場後からですね、数々、まあ今言った通りステレオ攻略部分というところが目立
っていた岩田なんですけど、まあ、そこでね、得たコーナーキックから前半15分というところに、大津選手が先制弾を決めました。まあ、このサムネにも書いてあった通りですね、息子との約束というところで、まあ、先日ですね、大津選手というところの子供がですね、生まれたんですけど、まあ、その息子が、まあ、初観戦ということで、この試合を見に来ていたわけで、まあ、この息子との約束というところで、必ず点を決めるよというところを約束して、このね、試合に意気込んだ大津選手だったんですけど、結果的にはこのね、まあ、決勝弾プラス先制弾という形で、息子との約束を果たす形になりました。まあ、かっこいいお父さんだなというところありましたし、まあ、正直ね、岩田としてもこの1点というところがね、何より重み、まあ、勝ち点3をですね、誘発するような、まあ、この先制弾になりましたんで、まあ、非常に素晴らしい、先制弾になったのかなと思います。まあ、交付とするとですね、退場してからあたふたする場面もあって、結果的には先制弾をやられてしまう形にはなりましたんで、まあ、ここはね、まあ、アクシデントということもありますし、まあ、正直、あたふたしてしまうというところはね、仕方ない部分ではありますけど、まあ、今後ともこのようなことが起こらないように、次節以降頑張っていってほしいのかなと思います。まあ、岩田としてもですね、この1試合を通してというところなんですけど、個々の能力がとても高くて、試合を優位に進める時間帯が多く続きました。まあ、この今言った通り、退場後というところは特にそうなんですけど、まあ、このジュビロ磐田の前線のところですね、山田選手、大津選手、遠藤選手含めてですね、まあ、この前線というところは何よりね、足元の技術が高くて、まあ、この甲府としても、逃げられる時間が続くっていうのはね、まあ、多少承知していた部分であったのかなと思いますけど、非常にね、この、見ていて素晴らしい、ファンを魅了するようなプレーっていうのは多かったんで、まあ、このね、まだ見てない方はぜひね、ハイライトだけでも見てほしいなっていうこの試合になっています。まあ、この甲府としてもですね、前半5分ぐらいに退場してから10人というところを強いられるものの、まあ、最小失点で抑えられたっていうのは何より素晴らしいことだと思いますし、まあ、この甲府の意地だったりというところを感じました。まあ、プラスですね、まあ、少ない人数ながらチャンスというところを多く演出していましたんで、まあ、このですね、最小失点というところだったり、チャンスを、ね、演出するっていう場面では、まあ、今後につながる、まあ、その大きな好材料になったところなのかなと思いますんで、まあ、この試合は負けてしまいましたけど、次節以降ですね、まあ、この、今回もぎ取った、まあ、好材料というところを次節以降に活かしていってほしいところなのかなと思います。まあ、結果的にはですね、1対0でジュビロ磐田が勝利したことによって、5試合連続無失点 &5 連勝ということで、8試合負けなしで2位というところに浮上しました。まあ、この琉球というところは今回ね、勝利しましたけど、まあ、この新潟だったり、京都というところは今回ね、引き分けだったり負けというようになってしまって、まあ、上位陣が多少、勝ち点を積み重ねられない中で、まあ、この5連勝、驚異の5連勝ですね、というところで、磐田は2位というところに浮上しました。まあ、次節以降というところですね、首位浮上もあり得る、まあ、毎試合ね、大事な試合が続きますんで、この磐田というところには非常にね、毎試合頑張ってほしいところですし、まあ、甲府というところも、今回の試合ね、負けてしまったものの、まだまだ、シーズン半分以上試合が残っていますんで、まあ、毎試合勝ち点を積み重ねて、またね、上位陣に食らいついていけるように、次節以降の戦いも大いに期待して見ていきたいと思います。まあ、今節大注目の上位対決というところでね、まあ、回想そういろんな、ハプニングだったりアクシデントというのがあったものの、ジュビロ磐田がですね、勝利するという形になりましたんで、非常に見応えのある試合になりました。まあ、このですね、昨日新潟対岡山というところ試合後レビューしましたけど、まだまだ、上位対決というところは残っていますし、まあ、長期節対決含めてですね、今後とも注目して見ていきたいと思います。まあ、それを含めてですね、まだまだ、シーズン半分以上残っているというところは先ほど言いましたけど、どのチームが昇格するのかっていうのはね、最後の1試合までわからない J2 リーグになるのかなと思いますんで、まあ、このですね、J2 大混戦の中で、今後とも、まあ、連勝を続けていく岩手が、まあ、この首位に立つのか、はたまたですね、まあ、新潟が首位返り咲きか、含めてですね、今後とも注目して J2 リーグ見ていければいいのかなと思いました。はい、ということでですね、今回は昨日行われた J2 第18節のジュビロ磐田対ワンホレ甲府の、上位対決、注目の上位対決ですね、というところについて紹介させていただきました。まあ、非常に見応えもある試合でしたし、まあ、開始早々の退場というところはね、非常に、まあ、自分自身も、まあ、難しい試合展開になるなというところを見つつ、この試合を見させていただきました。まあ、結果的には、宇野ゼロという形でですね、ジュビロ磐田が勝利する形になりましたし、まあ、このジュビロ磐田、非常にここ数試合波に乗ってるなという印象もありますんで、まあ、今後とも、次節以降もですね、注目して見ていきたいと思います。まあ、ワンホール甲府というところは、先ほど言った通りですね、負けてはしまったものの、まあ、まだまだ、これから取り返せるチャンスっていうのは多くあると思いますし、まあ、この、ね、途中でも言いました通り、まあ、開始早々、10人というところになったものの、まあ、最小失点というところ維持だったり、チャンスというところを多く演出していましたんで、まあ、そこのね、好材料は今後とも、次節以降に活かして、またね、次節勝ち点差をもぎ取れるように戦っていってほしいのかなと思いました。ということですね。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
J2 リーグ大混戦の J2 リーグになっていますんで、まあね、これから J1 リーグだったりっていうところも再開してくるとは思いますけど、まだまだね、J2 リーグ見放せない試合がたくさんありますんで、また来週の J2 リーグというところも注目して見ていければいいのかなと思いました。年内1万人っていうところを目指して毎日投稿頑張っていますんで、まだね、チャンネル登録してない方はぜひぜひね、チャンネル登録してご協力くれたらなと思いました。ということですね、来週からの J リーグというところも皆さんで楽しんでいきましょう。ではまた。